こんにちは、えっちゃんです。今日はこちら、はい、私の愛車ですね。実はまだ1回も洗車をしていません。買ってからね、2ヶ月ぐらい経ってるんですけど、この愛車ちゃん、もうね、峠とか攻めすぎてね、汚いんですよ。このね、タイヤ周りとかは特にね、バッチくなっちゃってるし、後ろもなかなかですね、バッチくなってます。そんなわけで今日はこちらのね、洗車グッズとかね、この前買ったし、ホースも手に入れて、まあ実家はね、こんな感じね、一応駐車場があるんで、ここで洗車をしていきたいと思います。とりあえずね、初めてなんでうまくできるかわかんないんですが、一旦ね、この気になる汚れはね、綺麗に落としたい。納車当日にこちらの車の洗車グッズは手に入れたので、もうね、洗車バッチリするスタイルにもなってるんで、このまま洗車していきたいと思います。自分もね、もう多分泡ついたり濡れたりすると思うんで、頑張って86ちゃん綺麗にするぞ。はい、こちら、まあこんな感じにですね、買ったものをいくつか持ってきたので、まずはね、この洗車のグッズを使って汚いところを掃除してあげて、全体的にやって、これね、使って掃除して、あとね、ホースも買ったばっかりなんですよ。これね、今水道につなぎはしたんだけど、水が出るのかどうかちょっとまだわかんないです。一旦やってみよう。さあ、一応水道ひねったんで、いきます。いけるんか。出てはいるんだけど、ちょっと思ってるのと違う。待って、何、これかな。あ、これミストね。あ、これいいんじゃない。ほら、こういうこと、これでね、じゃあ洗っていきたいと思います。はい、続いてこれね、オートバックス辰巳のとこで買ったやつ、洗車用グローブとこちらの洗車用シャンプー、こちらを使ってやっていきます。すごい、グローブだ。見て、めっちゃグローブ、キャッチャーミットみたいな。はい、こちらでね、やっていきます。濡らした方がいいのかな、これ。泡立つんか、一旦泡立つんかっていうのを、あ、泡立ちますね、これ。いい感じかも。あ、良きかも。いいぞ、これでやってこう。やばい、完全に。もっと T シャツとかでよかったね。ちょっとさ、長袖にしたらさ、ミスったわ。足はもうびっちょびちょになってるんですけど、このままだと全身、あ、もう汚れ取れてる。順調。結構これの泡立ちもいいし、 Amazon で買ったホースの水なんだけど、意外といい。こっからは全体と、あとね、反対側とか前とかもろもろどんどんやっていきます。めっちゃ汚くなった。この汚いのなんですけど、買ったね、シャワーで。どれぐらい綺麗になるか見せちゃいますよ。これめっちゃ汚いじゃん。これさ、すごいよ、意外と。ちょっと気持ちよくない？で、めっちゃびしゃびしゃかかってる。あ、でもさ、ほら、見て。Amazon で3000円ぐらいのホースの割にはちゃんと水圧もあるし、うん、いい感じ。
Listen up. There's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need. はい、ということで、ですね、まあちょっとね、びしょびしょになったんですけど、濡れてもいい格好でね、ちゃんと洗車しました。でも洗車下手っぴすぎる。まだなんか自分がびちょびちょになってるから、こんなのさ、この家の前だからいいけどさ、ちゃんとできるようになりたいなと思います。で、これね、ちょっと空拭きして終わりですね。まあ、現時点でもね、ちょっとね見てほしいんだけど、ほらタイヤの後ろのあたりとかさ、すごいこの白いところにさ、汚れがついてたんだけど、めっちゃ綺麗になりましたね。まあ、曇りだからね、ちょうどいいですね。なんかこう勝手に乾かないんで、あの水の跡とかつかないから、さざっと全部拭いちゃおう。斜めってるんですけど、車内の方もね、軽く今掃除機だけバーっとかけたんですけど、ちょっとカメラが回ってなかったんですけど、あとね、ウェットティッシュとかでちょっと軽く拭くだけやっときます。日焼け止め塗りながら運転するから、若干ね、手について日焼け止めとかがね、ハンドルについちゃうんだよね、いつも。いや、でもなんかさ、まだ買って1ヶ月だけど、週に2回ぐらい乗っててさ、こう結構可愛がってるからさ、今後もさ長く乗りたいし、綺麗に使ってきたよね。軽く拭くだけだけど、でも思ったより中はそんなにだね。中はそんなに汚れてないな。掃除機かけるだけでだいぶ変わりましたね。はい、こんな感じ。運転席液晶も綺麗だし、ギアのところも綺麗だし、ここら辺もね、そんなにすごい汚れてるとかなかったんで、日焼け止めがただね、この辺りはついてたかな。ここら辺も掃除機をかけまして、そんなもんかな。はい、ということで第1回もろもろ掃除完了。まあ、今回はねライトな感じに、初めての洗車ということでやってみたんですけど、まあね、もっと晴れてる日の方が洗車絶対楽しいんだよって思ったんだけど、夕方とか曇りの方が洗車にはいいよってみんなにアドバイスもらったから、今日はね曇りの日の夕方4時に始めましたけど、1時間ちょっとですね、1時間半ぐらいかな、なんだかんだやりました。みんな、えっちゃんの洗車もっとがっつり、今回はねほんと汚れてるとこだけと、あと全体軽くって感じだったんだけど、もっとがっつり洗車、こういうアイテム使ってやるといいよとか、まあまだ買って1ヶ月だからね、全然ねこう汚れが目立たないけど、本当にこういう汚れができた時はこういうアイテムを使ったらいいよとか、こういうコーティング剤おすすめだよとかあったら、ぜひコメント欄にコメントよろしくお願いします。また洗車企画とかやってみたいと思います。てかさ、なんかガソリンスタンドとかで一回働いてみたいよね。ガソリンスタンドで働いて、なんかこう給油とか、なんかこう洗車とかをもろもろ教わったりとかもしたいですね。イニシャル D のたくみくんもね、ガソスタで働いてたし。はい、ということで皆さん、こちらの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録、チャンネル登録よろしくね。ということで、みんなまたお会いしましょう。バイバイ。